皆さんに質問です。今日、昨日と何か違うことしましたか？ Hey guys! アマリサナナセ、皆さんこんにちは。知識で美容している勉強マニアのナナセです。私は人生を変えたいと思って100冊以上の自己啓発本やビジネス本を読んできました。そうすると、人生を変えるために何をすべきなのか、多くの自己啓発本で言われていることがあります。皆さん何だと思いますか？人生を変えるために何をすればいいのか分かりますか？何か大きなチャンスが手に入ったりとか、自分の今の環境を変えないといけないっていうふうに思っていませんでしょうか？実際、成功者たちの自伝みたいなのを読むと、私は周りの反対を押し切って仕事を辞めて無一文から自分の仕事を始めましたみたいなストーリーが多くて、皆さんももしかしたら人生を変えるためには何か大きなことを変えないといけないと思っている人も多いと思います。私もそうでした。しかし、人生を変えるためとはいえ、大きな決断には大きなリスクが伴いますよね。なかなかできないです。今の仕事を辞めるとか、今やってることを辞めて全く新しいことに手を伸ばしたり、目の前に転がっている美味しそうな話に飛びつくのって正直リスクが高すぎます。でも、そうしないと成功できないんでしょと勝手なイメージでそう思い込んでいました。しかし、実際のところそれは間違っていました。もちろん、そのように大きなリスクを抱えて賭けに出て成功している人も中にはいます。だけど、実際多くの成功者は低リスクで成功しています。例えば、皆さんご存知のマイクロソフト創業者ビル・ゲイツはハーバード大学を辞めて会社を立ち上げたと知られていますが、実際新しいソフトウェアを販売してから1年間は学業も同時に継続をしています。スティーブ・ジョブズと共にアップルを設立したスティーブ・ウォズニアックも、アップルを設立してから1977年まではヒューレット・パッカードというところでエンジニアを続けています。これらの話はこちらのオリジナルズという本にもそのような例とか研究たくさん載っています。そして、起業家はリスクを回避するタイプが多いということが分かっています。もちろん、リスクを取ることもあるんですけど、計算して分かっているリスク、追ってもいいというリスクを取るというふうに言われてるんですね。まあ、何が言いたいかというと、人生を変えるにあたり、何もいきなり自分の一日をものすごく変える必要はないということです。小さく変えていけばいい。つまり、一日の中で小さな習慣を作り出していくことが大事です。冒頭の質問覚えていますか？昨日と同じ一日ではなく、何か少しでも違うことをした人はどれぐらいいるでしょうか？これが大事ということに気がつきました。あの、夢を叶えるぞという自己啓発小説の中でも、ガネーシャという象の神様から靴を磨けっていう課題が出されます。なんで靴を磨いたからといって人生が成功するのか、そういうわけでもないんですよね。靴を磨くことの本当の狙いはですね、昨日までの自分と何か違う小さなことをすること、これが大切と言われていました。それがたとえ靴を磨く程度のことでもです。今まで自分で靴を磨いたことがない人はぜひ磨いてみてください。そのように、今までと違うちょっとしたことを一日の中に取り入れること、その積み重ねで大きく人生が変わっていくということです。もうちょっと具体的に他の本でも多く出されている 20% ルールの話をしようと思います。この 20% ルールは2004年に Google で出されたものとして、ビジネス書とか読んだことある人はご存知かもしれません。今日は実際に私も 20% ルールを生活に取り入れてどのように変わったかについてお話ししていきます。まず、この 20% ルールとは何なのか。 Google は従業員に現在進行中のプロジェクトだけではなく、 Google に大きい価値をもたらす新しい何かに自分の時間の 20% を使ってもらいたいとされています。つまり、普段の業務ではなく、 20% は自分の興味があることや新しいことに挑戦しろということですね。ちなみに、この 20% ルールは最初に提唱したのは 3M 社と言われています。ここでは 15% の時間を使うことを従業員に推奨し、その結果、あのポストイットが誕生したと言われています。自分の時間の 20% を興味がある分野を探求するものに使うということなんですね。私の場合は自分で仕事をしているので、どんな仕事を増やしていくかや、どんな仕事をやらないかなど、全て自分で決めています。意思していくのももちろん大変なんですけど、今の時代どんどん新しいことに挑戦していって、新しい事業を始めていかないと落ちこぼれていってしまいます。そこで、実はこの 20% のルールを一昨年から使っています。毎月その月のテーマを決めて新しいことをしていくというものです。例えば、今月はライブ配信の仕事を始めてみようとか、ユーデミーの講座を作ってみようとかです。時にはアウトプットだけではなく、インプットとして語学の勉強やってみようなどと決めていた時もあります。これはテーマは1年を通して決めてもいいと思います。例えば、今年は韓国語喋れるようになるっていうのがテーマだとしたら、
そのために何をすべきなのか、1日のうち 20% の部分で韓国語の勉強の時間を取っていくわけです。ここで皆さん気がついていますでしょうか。多くの人が習慣にできない理由、続かない理由、そして多くの人が新しいことに挑戦できない理由がこれです。この 20% のルールを知らないだけなんですね。単純にモチベーションとかやる気だけで目標を決めて、仮に語学の勉強をしようとすると、例えば土日は休みだから1日中ひたすら勉強する、でも結局忙しくなってくるとできなくなってくる、そんな極端な生活になってしまい続きません。また新しいことというのは今までしなくてよかったことになります。つまり皆さんの人生という長期間で考えると非常に大事なこと、やると人生変わることなんですが、ここ1年とか数ヶ月単位で見るとやらなくても今と変わらない人生が歩めてしまうものなんです。例えば皆さんの腹筋がもし綺麗に割れたら自分に自信もつくし、綺麗な体になってモテるだろうし、人生変わるだろうなと分かっていても、今まで腹筋をやったことない人がやるのは結構大変だと思います。たとえ3回であっても今までしてなかったことをするので、それぐらい面倒くさいことなんですよ。なので 20% ルールを頭の中に置いて、今の生活の中で2割ぐらいをそういうことに当てるつもりで毎日過ごしてみてください。2割だったらメインの仕事とか今までの人生にさほど影響出ないと思います。実際は今までの仕事プラスアルファ2割になってしまう人多いと思います。今やってること 20% 減らして、そこに新しいことを詰め込むっていうのが理想なんですが、最初のうちはどうしても 120% で考えていかないといけなくなるかもしれません。しかしこれは非常にやる価値があると思います。今まで本を読む時間がない人は1日のうち 20% の時間に本を読んでみる、 20% の時間で何か新しい副業の準備をする、 20% の時間で新しく勉強を始める。たとえもしそこで結果が出なかったとしても、成果が出なくても、それは失敗ではなく経験になっていきます。さらに 20% の時間を費やしただけなので、さほどのリスクもないと思います。これがもし全力で 100% の時間を使ってしまうと、利益を出している仕事を辞めて利益を出していない仕事に費やさないといけません。そうすると気持ち的にリスク取れなくなってくるんですよね。私も実際昔は会社で働きながら休みの日に英語を教えていました。会社で働くのが嫌だからといって、いきなり会社を辞めて自分で英語を教える仕事だけしてしまった場合、そっちの仕事に対するプレッシャーが大きくなってしまいます。例えば嫌な生徒がいたり、あまり合わないなと思った人でもご機嫌を取って教え続けないといけません。この人の場合は短期間で集中して教えた方がいいのになとか、そういうアドバイスもできずに、ただ単に自分の生活費、お金になるように長期間の契約になるように持っていくことをしたかもしれません。そういう風に忖度が出てきてしまうんですよね。メインの仕事でひとまず安定した収入があったからこそ、副業は自由に大きなリスクを取れたり、自分の好き嫌いで挑戦ができました。その結果いろんなことをしていくことができ、広げていって、だんだん自分の仕事の割合が大きくなっていき、ついに会社で働くことがなくなりました。 YouTuber で今でこそ有名なあのラファエルさんも、自分の本の中で会社員の時に YouTube を始めて、 YouTube である程度成功してもまだ仕事を続けていたと言われています。この 20% を費やすことの大切さが伝わりましたでしょうか。なのでいきなり新しい習慣を作らなきゃとか、新しい人生歩まなきゃではなく、ちゃんと生きるための収入があって、今までの生活プラスアルファでスタートしていくのがおすすめです。勉強やダイエットなどその他の習慣についても同じです。無理しすぎず2割ぐらいの力で行っていきます。私もそうやって身につけた習慣は運動に、読書に、料理に、勉強にたくさんあります。そのうちバランスが取れてきて、ポートフォリオのように自分がやるべきことが見えてくるようになってきます。そうすると、例えば試験の前は仕事の割合を減らして勉強の割合を多くするなど、自由にね 20% じゃなくてもバランスが変えられるようになっていくんですね。なんだって初めはうまくいかないと思うので、ちっちゃく始めて小さい少ないリスクでやっていくのがおすすめです。もしこの 20% の時間でうまくいかなかったとしても、そこから何かしら学ぶことありますよね。例えば 20% の時間を使って新しい副業の準備をした、しかし結局その副業うまくいかなかったよとします。傍から見るとその 20% の時間もったいないとか、メインの方を専念してやればよかったじゃんって思われるかもしれません。しかしその 20% の時間で積み上げてきた習慣づけの方法やノウハウ、経験、失敗談は後で必ず役に立つと思います。つまり無駄じゃないんですね。ということで、ぜひこの 20% のルールを思い出して、明日から、いや今日から 20% の時間、何をやるか決めてみてください。皆さんの中のたった2割の時間を変えるだけで人生が変わっていきます。そんな小さな習慣を作り上げていくことができます。習慣にできないとか、習慣が続けれないとか、それは皆さんの性格とかモチベーションの問題じゃなく、ただこういった知識を知っているか知らないか、テクニック使えるか使えないかなんですね。知識を上手に使えば簡単に人生攻略していくことができます。モチベーションとかやる気に頼らずできます。自分を責めずに対策を練って前に進むこともできるようになってきます。ということで、知識は最強なんですが、今日の参考本、そしてそういう知識が手に入るおすすめの本を最後に3冊ご紹介します。まずは今書店でも人気のこちらのロングゲーム、今自分にとって一番意味のあることをするためにという本です。私たちは短期的なことに価値を見出しがちですが、実際大事なのは
は長期的な視点です。そんな自分の人生単位で改めて考えるきっかけになる本なので、自分の人生について考えたい人、長期間で何か物事をまだ考えたことない人には絶対読んだ方がいい本になってきます。もう一つは先ほど出てきたこちらのオリジナルズです。これはさっきお伝えしたように、今までの常識や思い込みを覆してくれるような本でした。メインのテーマは、人と違うことをどうすればできるのかや、これからの時代どのように生きていくといいのかについて書かれています。オリジナリティについての研究や、さっきのような副業で小さく始めるというような研究がとっても面白いです。これは今までの人生でマジで読んでよかった本になってきます。正直読んでない人損していると思います。そして3つ目が、小さく始めて小さくても大きな利益を出すことができるっていう、そんなことが書かれているこちら、小さなチーム大きな仕事37シグナルズという本になってきます。従業員をこんなに抱えてるとか、こんな大きい会社をやってるっていう風に自慢げに語る人いるかと思うんですけど、今の世の中そのような大きなチームで動かなくても大きな成果出すことはできます。社長はいい車に乗ってないととか、会社を大きくしたいって言ってる人がその分のリスクを背負ってうまくいかなくなったのも見てきたことがあります。例えば必要な時だけフリーランサーを雇ったり AI に任せたりして、今そしてこれからの時代は小さなチームで大きな仕事を賢くやっていく方が人生勝ち組になれるんじゃないかなと思います。そんな風に思わせてくれた一冊です。これはすでに会社とか事業を自分で経営している人におすすめです。これから起業したい人もぜひ読んでおいてください。本質的なところに気づかせてくれる本かなと思います。ということで、こちらの3冊、ロングゲーム、オリジナルズ、小さなチーム大きな仕事、気になった方は概要欄にリンク貼っておきますので見てみてください。また私のチャンネルでは、このように今から使える知識を提供している大人のための勉強チャンネルです。おすすめの自己啓発本、ビジネス本もたくさん紹介していってますので、ぜひ今日の動画いいと思ったら高評価、そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。また私が作ったユーデミーの講座、概要欄にたくさんありますので、よかったら見てみてください。では皆さんの時間の使い方が変わってきますように。 See you!